日本の豆腐料理が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのリコです。今回はこんなにまずいものはない、でも豆腐嫌いのアメリカ人女性が日本旅行である豆腐料理を食べてみるとの話題です。海外、豆腐は最強のパワーフード。近年海外で人気が急上昇している食材豆腐、特に健康志向を追求するセレブなどからの絶大な支持を得ているようで、海外サイトではたくさんの豆腐料理が紹介されているようです。アメリカなどでも普通に豆腐と呼ばれていて、かなり広まっているとのこと。でもアメリカでは基本的に豆腐をそのまま食べず、フライにしたり焼いたりするので、一般的な日本の豆腐の硬さでは崩れてしまうため、崩れないように固くする必要があり、日本の豆腐とは多少違うとか。また賞味期限が日本の豆腐よりも長く、なんと65日間も保存可能なものもあるそうです。さて今回ご紹介するのは、日本に友達と旅行に来たアメリカ人女性が日本の豆腐専門店でランチを食べた時のエピソードです。彼女は豆腐が苦手だったとのことですが、日本の豆腐はどうだったのでしょうか。早速見ていきましょう。職場で長期休暇を取得して、日本が大好きな友達と日本に旅行に行ったの。大学生の時に日本のアニメを見てから日本には興味があったけど、日本を訪れたのは初めてだった。日本での滞在予定期間は1週間で、日本の美味しいグルメや買い物を楽しんだわ。朝食と夕食はホテルのレストランで用意された食事を食べて、昼食は外で自由に食べるという旅行プランだった。日本に来て2日目のお昼に、友達がどうしても行きたいお店があるというので、私は彼女について料理屋さんに入ったの。どんな料理屋さんなのかは教えてもらえなかったけど、1年前に旅行に来た時に美味しさに感動して、また来たいとずっと思っていたそうよ。何の料理かは行ってからのお楽しみだそうだ。30分くらい歩いてようやくたどり着いた料理屋さんは、日本の伝統的な建物といった外観で、中は開放的でとても清潔だった。大きな窓からは芸術的な美しい中庭を眺めることができた。びっくりするくらいに広い屋敷の部屋に通され、私たちは向かい合って座った。畳のすがすがしい匂いに身も心も癒されたわ。このお店はやっぱり和食専門店なのかな。何を食べようかな。メインは肉にするか魚にするか、そんなことを考えていたわ。ところが私はメニューを見てびっくりしたわ。だって全ての食事名に豆腐と書かれていたからよ。豆腐松、豆腐竹、豆腐梅といった言葉がずらりと並んでいた。このお店はもしかして豆腐しか食べられないの？私は不安な気持ちに襲われたわ。メニューを見たまま固まっている私に向かって彼女はこんなことを口にしたの。このお店は豆腐料理の専門店なんだよ。ものすごく美味しくて絶対に来たいと思っていたの。と、彼女は豆腐でダイエットに成功してから豆腐が大好きになったそうよ。最初は正直なところ味はいまいちだと感じていたそうなの。でもこの料理屋さんで豆腐料理を食べて、豆腐のバリエーションや味の美味しさに気づいたとのことだった。彼女が豆腐の素晴らしさを熱く語っていたけど、全く耳に入ってこなかった。オーマイガー。もちろん言葉には出さなかったけど、私はショックのあまりに無意識で天を仰いでしまったわ。なぜ豆腐と聞いてショックを受けたのかというと、アメリカにいた頃にこんな体験をしたことがあったからよ。90年代頃からアメリカではヘルシーで栄養価が高いとのことで豆腐ブームが起きた。スーパーに家族で行った時に興味本位で豆腐を買って食べようということになったの。美味しかったら今後も豆腐をタンパク源として定期的に食べていこうかなと思ってたんだけど、まず味も食感もない豆腐はまるで固めのバリウムを食べさせられているような気分だったわ。
パパは豆腐を一口食べてこんな風に叫んでいた。味も食感もないじゃないか。値段が高いのにまずい。こんな食べ物は意識が高いヴィーガンしか食べないよ。年が離れた弟はこんな私たちを見て、とうとう一口も豆腐を口にしなかった。ねえ、どうしたの？大丈夫？具合でも悪いの？と友達から声をかけられ、私は我に戻り、ハッとした。ダメよ、ダメダメ。友達はこのお店に来ることをとても楽しみにしていた。私のわがままで、今から他のお店にしようなんて、口が裂けても絶対に言えないわ。豆腐が苦手なんて、やっぱり言えないわ。私は友達が選んだものと同じ料理を注文することにした。梅定食で豆腐のおかずが6品と、なんと食後のデザートとコーヒーまでついているとのことよ。これだけついて値段は1200円、安いと感じたわ。でも私は頭の中がクエスチョンマークだらけになっていた。どんな豆腐料理が出されるのか不安でたまらなくなった。豆腐はそのまま食べるか、焼いて食べる以外に想像ができなかったよ。友達とおしゃべりを楽しんでいたら、着物姿の店員さんがとても大きなお盆を持って現れたの。目の前に料理を並べられ、私たちは子供に戻ったかのようにはしゃいだわ。料理がとても豪華で、見た目も美しく華やかだったからよ。何から食べようかとても迷ったけど、私はサラダから食べることにした。パク。うん、美味しい。なんかアメリカで食べた豆腐とはまるで違うわ。新鮮な野菜サラダの上にサイコロ状にカットされた豆腐がトッピングされていて、ごま風味のドレッシングがかけられていた。新鮮なレタスと滑らかな豆腐、ごま風味のクリーミーなドレッシングが絶妙にマッチしていた。この食べ方はアメリカに帰ったらパパとママに教えてあげようと思ったほどよ。私はサラダのお皿を置き、一番奥にある小鍋の蓋を開けた。中を覗くと見たことがない白い物体が浮かんでいたわ。え、何これ？これも豆腐料理なの？色が白いというだけで豆腐とは全く別物のように見えた。小鍋の隣にはおつゆが入ったお皿と小さいお玉が添えられていた。一体この食べ物は何なの？と友達に質問すると、これは湯葉だよと教えてくれた。初めて聞く食べ物だったわ。友達によると、湯葉は豆乳を熱した時に表面上にできる膜であるとのことだった。醤油やおつゆをつけて食べるそうよ。友達は湯葉が大好きで、温かくても冷やしても美味しく食べることができるとのことだった。冷やした湯葉をわさび醤油で食べるのが彼女の一押しの食べ方なんですって。私は湯葉を慎重にお玉ですくい、おつゆが入ったお皿に入れた。なんだかビロンビロンしていて、見た目も奇妙に感じたわ。恐る恐る一口食べてみると、とても不思議な味と食感だった。でもなんだか美味しいの。牛乳を加熱した時にできるような膜かと思ったら、意外と厚みがあり、滑らかながら歯ごたえも感じられた。そして水分もたっぷりと含んでいた。この辺りであの時食べた豆腐とはまるで違うものなんだと確信したわ。ここでの豆腐料理は美味しかったの。どの豆腐料理もとても美味しかったけど、私が一番気に入ったのは揚げ出し豆腐と呼ばれる豆腐料理よ。豆腐を揚げたものをおつゆに浸した大根おろしとネギの輪切り、そしてすりおろした生姜が盛り付けられていた。揚げ出し豆腐を一口口の中に入れて噛むと、美味しいおつゆが口の中いっぱいにじゅわっと広がった。油で揚げているけど、大根おろしとネギ、生姜のおかげで後味がとてもさっぱりしていた。あっという間に4個食べてしまい、おかわりをしたいくらいの美味しさだったわ。私たちは1時間くらいかけてゆっくり豆腐料理を楽しんだ。お皿がすべて下げられると、店員さんがデザートとコーヒーを運んできてくれた。レアチーズケーキですか？と店員さんに質問すると、お豆腐を使ったレアチーズケーキですとの答えが返ってきた。デザートまで豆腐とは、料理屋さんの徹底ぶりに頭が下がる思いだった。
どんな味がするんだろう。ドキドキワクワクしながら一口食べると、レアチーズケーキそのものの味と食感で本当にびっくりしたわ。言われなかったら豆腐が入っているなんて誰も気づかないはずよ。それにしても豆腐がこんなに美味しいだなんて。私は日本で食べる豆腐料理の美味しさに本当に驚いたわ。豆腐専門店でのランチを楽しんだ後、ぶらりと気の向くままに観光をしてから私たちはホテルに戻った。友達が夕飯まで少し昼寝がしたいと言ったので、私はホテルのカフェでコーヒーを飲みながら日本の豆腐料理について調べることにした。豆腐は日本発祥の食べ物だと思い込んでいたけど、実は中国発祥で、日本には奈良時代に豆腐の製造方法が伝わり、その後様々な豆腐製品が誕生したことが分かった。豆腐には木綿豆腐やソフト豆腐、寄せ豆腐などがあり、その他の豆腐の関連製品としてがんもどきや豆乳、湯葉などがあるそうよ。私がよく買い物をするアメリカのスーパーには豆腐が1種類しかなく、硬さが4段階に分かれていたわ。そのまま食べるか焼いて食べるかが定番で、日本のようにバリエーションはなかった。豆腐はデザートにも食材として積極的に使われているそうよ。豆腐プリンや豆腐ドーナツ、豆腐ガトーショコラなど数々のスイーツが食べられているとのことだった。豆腐を使っているからカロリーも抑えられるし、タンパク質も取れてヘルシーよね。あんなにまずいと思っていた豆腐は実は美味しく食べることができてスーパーフードだったわ。日本はすごい。日本での1週間の旅行は楽しすぎてあっという間に終わってしまった。アメリカに戻ってから私は弟に豆腐を使ったレアチーズケーキを作ってあげた。おそらく弟が今も豆腐を食わず嫌いの状態でいると思ったからよ。こんなに美味しい豆腐をまずい食べ物だと思わせたままにしておくのは絶対に良くないことだと感じたの。弟が豆腐のレアチーズケーキを食べた結果は、結果はもちろん大成功だったわ。弟はまさかこのケーキに豆腐が入っているなんて夢にも思わなかったそうよ。本当は豆腐はとっても美味しいの。パパとママにもそのことを伝えていこうと思っているわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本の豆腐は SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。豆腐って大豆からできるチーズみたいなものなの？豆腐は肉を食べない人にとっての貴重なタンパク源になりうる食べ物だよ。しかも体にも非常に良いという素晴らしさ。焼いて甘辛いソースで味付けをするだけで最高に美味しいんだから。俺は苦手。豆腐は白いし味もない。日本人はなんであんなに豆腐が好きなんだろう。私は豆腐を見つけるたびに購入して食べてるわ。豆腐は最強のスーパーフードだと思う。豆腐が本当に好きな人がいるなんて信じがたいわ。味も食感もないのに何が好きなの？でも味付けするからっていう人もいるけど、それなら肉の方がいいよね。調理方法を分かっていれば豆腐は美味しいのに。豆腐の美味しさを分からないやつはかわいそうだ。でも日本で本物の豆腐を食べたら分かるよ。豆腐と豆腐は別物なんだ。日本に来て絹豆腐を食べた時は美味しくて感動したな。以上が海外の反応です。日本では様々な食べられ方をされている豆腐ですが、味も食感もないと感じる外国人さんはとても多いようです。でもそんな外国人さんにはぜひ日本に来て様々な豆腐料理を食べてほしいですね。皆さんの好きな豆腐料理は何ですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。ちなみに私の好きな豆腐料理は揚げ出し豆腐です。さて今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、リコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。
よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。